はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、栃木にございますおつじさんという焼肉屋さんにね来ております。というのもこちらね、おつじさん、僕もね何度も利用させていただいておりまして、めちゃめちゃね美味しいお肉がいただけるんですよ。で、今回はねちょっとオーナー様にもご相談させていただきまして、この個室をお借りしてね、撮影しに参りました。今日はね、もう好きなだけお肉を頼んで全力でね楽しんでいこうと思います。はい、ということで、ただいまね第一陣到着いたしました。まずね、生にこちらがキムチの盛り合わせですね。それとこちらがねお通しのお肉でございます。では、まず皆さん乾杯と。牛のお肉と、うまそう。やった。で、続いても到着しました。こちらね、低温調理の和牛ユッケでございます。こちらが和牛ユッケでございます。でも焼きすぎた、はい、焼きすぎた。いいじゃん。2枚いっちゃいますね。ユッケの方もいっちゃいましょう。これいいよ。わくない？次も到着しました。こちらが低温のレバ刺しでございます。低温系はねちょっと早めにいっちゃいましょう。ニンニクと生姜と上端賞届きましたね。上端賞でございます。やっべえな、今日最高の撮影かもしれない。まずこちらのユッケ完食でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてのお肉もね到着しました。こちらラムシンでございます。まずこれね、上タン塩。いや、うまそう。こちらのタンの方にはねレモンをかけて、これ上タン塩レモンかけでございます。追加でね、生も頼んじゃいました。このおつじさんなんですけど、いろんな栃木のラーメン屋さんと知り合わせていただいて、まあ、イベントとかもねお手伝いすることがあるんですけれども、打ち明けとかね、まあ、ご褒美的な意味で結構ねここ来たりするんですよ。もちろんお値段的にはね、普通の庶民的な焼肉屋さんよりも少し高めではあるんですが、高級店なんかに比べるとだいぶリーズナブルなんですよ。なのにお肉自体がね、まあうまいの。もうめちゃめちゃうまくて、栃木とかでね何かがあって、まあ、ご褒美って形でご飯を食べようとかってなるとね、第一に僕はこのおつじさんが浮かぶんですよね。それぐらいうまい。やべえ、今日こんな幸せでいいのかな。こちらね、わさび醤油でいただきます。
網の上めちゃめちゃ幸せな状態になってる。やばい。ということで、最初に頼んだね、1陣目のお肉は全て食べ終わりましたので、2陣目のお肉を注文していきましょう。はい、ということで、ただいまね、第2陣目のお肉届きました。トモ三角とイチボの2種類でございます。そしたら、どっちがどっちだっけ？これトモ三角かな？まあね、ごめん、ナイス届いたわ。これ見えます？大豆にお肉と。最高だ。はい、うまい。そしたらこれがね、2巡目の注文で頼んだラストのメニューですね。レンガ焼きという、あ、200g で注文したんですけど、これ、やばくない？やばいよね。これは時間がかかるんで先に乗せちゃいますね。焼いてる間に他のお肉たちも、よいしょ、よいしょ。もうね、モニター越しにめちゃめちゃうまそう。幸せだ。レンガ肉はね、もういい感じかな。ここに一旦お肉を寝かしておきます。はい、こちらの大ライスも完食でございます。そしたらね、このお肉寝かせましたんで、ちょっとカットしていきましょう。これ見えます？反則でしょねえ。でこちらのメニューは柚子胡椒をつけていただきます。追加の大ライス頼んじゃったの？もう無理無理無理。YouTube だからって言って食レポとかね、いろいろしなきゃと思ったんですけど、言葉がね出ない。うまい。どうしてもやりたくて、和牛ユッケね、追加で頼んじゃいました。どんだ。こちら、ユッケ丼の完成でございます。絶対うまいよね。うまぁ、バカうまい。うん、やってよかった。これ最後はわさびとね、お塩で。うん、あー、おいし
はい、ということで、ただいまね、このお辻さんで焼肉とお酒と前菜と全てね、完食いたしました。まあ今回はね、その大食い動画ってほどじゃないかもしれない、ちょっとね、一人食べる人ぐらいの量しかね、もしかしたら食べてないかもしれないんですけど、なんかね、言葉に表せないんですけど、幸福感、この幸せ感がね、もう半端じゃないんですよ。なので、まあ、今日はね、この辺りでご飯は終了したいと思います。栃木の近くに住んでいる方は、このお辻さんね、本当にうまい肉が食べれますんで、ぜひぜひこちらのお店ご利用ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。